カール・ブレイク・ウィリスはアメリカ合衆国バージニア州ダンビル出身の元プロ野球選手、右ト左ヒだ。現在は MLB のクリーブランド・インディアンスの投資コーチを務めている。1982年の MLB ドラフト31巡目でサンフランシスコ・ジャイアンツから指名されたが、この時は契約しなかった。1983年の MLB ドラフト23巡目で デトロイトタイガースから指名され、プロ入り。翌1984年にメジャーデビュー。その後はメジャーとマイナーを行き来するシーズンが続き、1988年にシカゴホワイトソックスでのプレーを最後に2年間メジャーから遠ざかっていた。しかし、1991年にミネソタツインズで3年ぶりにメジャー復帰すると、中継ぎとして40試合に登板して発祥。 防御率2.63の高騰で、チームのアメリカンリーグ優勝を及び、ワールドシリーズ制覇に貢献した。その後、1995年に引退した。引退後は、投資コーチとなり、クリーブランド・インディアンスでは CC サバシア、クリフリーという二人のサイヤング賞獲得に寄与した。その後、シアトル・マリナーズ、ボストン・レッドソックスを経て2018年から再び、 インディアンスの投資コーチを務めている。ありがとうございます。